おでん大根は渡良町を中心に伊勢市などで栽培される大根の品種で、柔らかく味が染み込みやすいため、おでんによく合うことからこの名前が付けられています。収穫は今がピークで、今朝も早くから農家の人たちが1本ずつ手作業で土から抜いていて、今年は適度な雨に恵まれたためよく育ち、味もおでんに合うということです。 収穫は年明け1月初旬ごろまで行われおよそ50トンが三重県内のスーパーなどに出荷されます。